テント大好きテントバカ尾上裕和郎です。今回は全てのキャンプ道具をワンタッチ化してみました。実際ですね、どのぐらい設営が楽なのか今からですね、貼っていきたいと思います。まずはこちらのワンタッチテントですね。はい、一瞬で立ち上がりましたね。早い。次はワンタッチチェアですね。はい、あっという間に出来上がりました。はい、ワンタッチテーブル。はい、こちらもあっという間ですね。楽ちん。はい、ワンタッチコットです。ライダーズバイクインテントっていうのは結構ですね、コットをですね、中で、まあ、畳みにくい、中で設営しにくいですね。設営した状態でコットは入れにくいですね、言われてますけど、ワンタッチコットだったらライダーズバイクインテントですね、中で組み立てられるんで全く問題なしですね。はい、次は、まあ、ワンタッチピローですね。これユージャックさんから出てるやつなんですけど、膨らまさなくても自動でですね、形ができる。あっという間に。寝心地も最高です。はい、一応ですね、寝袋も用意したんで、こちらも、使ってみます。はい、これで、キャンプ道具、もうほぼですね、一式ワンタッチで、揃えることができました。ライダーズバイクインテントですね。で、こちらがワンタッチのクイックキャンプのテーブル。で、こちらがワンタッチチェアですね。で、ティンバーリッチのワンタッチコットですね。で、ユージャックのワンタッチピローですね。これは楽です。本当に。テントの、まあ、設営ですね。で、各キャンプ道具の、展開、まあ、準備でかなりですね、労力を使うと思います。特に、まあ、初心者の方とか、あと、まあ、女性ですね。女性だとやっぱり、テント設営にも時間かかりますし、特にコットはですね、力を使う部分が多いんで、ワンタッチにすると非常に楽です。はい。特に女性にはですね、強くお勧めしたいスタイルですね。このワンタッチキャンプスタイル。うん。実際ですね、撤収にどのぐらい時間がかかるのかっていうのも、時間計測して測ってみたいと思います。
はい、すべてですね、収納袋に入れる時間も含めて約5分ですね。あっという間です。早い。やっぱこのスタイルはですね、かなりおすすめです、個人的にはですね。一応ですね、また各キャンプ道具ですね、購入できる URL 載せておきますんで、もしですね、気になっておられる方、それ
そちらから購入されてください。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。